放送席、正木タミヤ選手、どうぞよろしくお願いいたします。何卒よろしくお願いします。何卒。さあ、北宮選手も現在はですね、ヘビー級でタッグチームのその頂点に立っているということなんですけれども、今回はこのジュニア戦線の戦いをいろいろ分析していただきます。まずこのイルミネーショントーナメントですね、チームゲームというのは北宮選手の目にはどう映ってるんですか？まさかうだつの上がらない混合ジュニアが上がってくるとは思わなかったな。元いた場所でもありますけれどもね、激しく対立して何度もやり合ってきましたよね。そんな中でびっくりしました、このアレハ、どうですか？全然知らない、うん、でしょうね。なんとこう弾丸のように井上さん、はい、飛び込んできたわけですからね。そうですね、しかも今日のノアデビュー戦という試合でもね、非常に輝き、空中殺法で放ってますよね。まあ他にはない光と言えそうですが、改めてイルミネーションマッチですね、ホールギブアップで負けた選手はもう失格となって戦う権利を失ってしまいます。そしてこのトップロープを飛び越す形でですね、落とされてしまうと、リングの間が飛び越す形で、はい、超えてしまうと失格になって、でそれで場外に転落するとですね、失格ですね。そして全てのメンバーが落とされてしまう、敗れてしまうとそのチームの負け、落とした方の勝ち、優勝となります。小峠に対してはドロップキック。先ほどの試合では結構ポイントポイントで出てきたアレハ選手ですけども、こうやってじっくり攻防を見ると相当な実力者っていうのを今一目で分かりましたね。もう今比較的長い時間見られているわけですからね。そうですね、小峠選手を翻弄しつつスピードとキレ、動き、バネですよね。とてつもないものを持ってますね。小峠は今ちょっと考えて抱きかかえたまま自軍に来ましたが、それもすぐにすり抜けていきました。さあ、覇王です。覇王に対しては正規軍ジュニアは宮脇。北宮選手、オーバーザトップロープルールってご経験は？あ、何度も、うん、どうですか、印象としてはご自身、やっぱり頭使うなっていうのと、まあ、普通の試合展開よりも気にすることが多いんだよね、大変ですよねこれ、しかもやっぱり人数も多いんで、はい、4人対4人ですから、もうちょっとどこ見ていいか分からなくもなってくるわけですよね。ちょっと前だけ見ているとすぐに後ろから、そしてリング下からと襲いかかってくる魔の手がいくつもある、そしてうわ、正面からフットスタンプ。井上さん、原田がもうこれファーストマッチでは厳しい攻めを吉岡に食らって、まあ、KO 寸前でしたね。そうですね、ただまあ脳震盪かもしれないんですけども、あれからインターバルがかなりありましたからね、はい、やっぱその分だけ回復している、まあ、今動きを見てもね、まあ、ちゃんと試合できそうな動きをしてましたので、はい、ね、まあ、ほっとしましたね。そうですね、まあ、その吉岡選手からも結果、片山ジャーマンホールの3カウントを奪いました。そうですね、まあ、最後勝ったけど、どれだけダメージをね、試合に向けて引きずってるのかなと思ったら、まあ、万全でしたよね。まあ、大原選手、小峠選手も万全ですよね。ゴンゴジュニアもそこまで引きずってるような選手もいませんし、これはがっぷり四つで踏めますよね。そうですね、丸め込んでくる大原、忠助に対しての攻撃です。ここはさらに絞り上げる体勢。先ほど忠助選手は洋平選手に勝ってますからね、やはり勢いという部分では忠助選手を沈めるのが鉄則ですよね。あ、やっぱり狙ってきますかね。そうですね、やはりあの勝ちはね、 JC ジュニア挑戦者から、はい、まあ、オーバーザトップロープとはいえ勝ちましたからね、まあ、その前には小太郎選手も落としてますしね。そうですね、もうちょっと今後のポイントゲッターになっていますよね。それに対しては集中攻撃、小峠もいや、これがまとめ上げる大チャンスと語っているんですけれども、早田選手を道連れにしましたからね。そうですね、やはり大きいですよね。ここで、まあ、勝てばチーム力をアピールできますし、ノアジュニアの新しい、はい、価値観というのも、ね、作れますし、まあ、正規軍が、ね、目指す方向としては、ね、はい、この、トーナメントを勝ち上がるというのは、ね、非常に合致していますので、まあ、どんな光景を見せてくれるかというのは、ね、楽しみですよね。さあ、正規軍ではヘビー級であります、
まさ北宮選手、正規軍のジュニアでは、ジュニアにはどうですか、期待することなんてあったりしますか。もちろん相手が今後っていうのもあるしね、何としても勝ってもらわないと、ここは明日もあるし。そうですよね、明日確かにその正規軍の方からはノアは道場軍団ですよね。そうそうそう、対混合が待っています。調子づかせるわけにはいかないからね、逆にここで勢いをつけてもらわないと。はい、まあ、本当に出場選手は X ではありますけれども、井上さん、はい、まあ、いろいろ名前も清宮選手から、ね、そうです、出てきたりもしてますもんね。清宮選手もね、意中の選手がいそうですしね。そうですよね。このあたりもちょっとこう折を見て伺ってまいりたいと思いますが、そういう意味では、まあ、あの 8.1 の広島に向けた、ね、戦いかなと思ったんですけども、はい、もう明日の混合工業に向けた戦いという意味では、やはりこの混合勢と正規軍、まあ、道場組ですよね、そこに、ね、やはり気持ちが入ってたというのが、ね、1回戦の結果で現れたのかなと思いますね、はい、そのつながりをまた逃してはならない、そんな戦いでもありますね。覇王が仁王とともに飛び込んできた。いろいろチーム戦だっていうところがでも井上さん分かりますね。そうですね、まあ、正規軍で狙い目としたらやはり宮脇選手になりますよね。この混合コースなんていうのもこれはひどいな、まさきタミヤ選手の目の前ってのこんなもん、ひどすぎる。憎き存在ってことですからね。もうまたちょっと今北宮選手の表情が変わってきたなというふうに感じ取ることができました。今日のメインイベント、正規軍ジュニア宮脇潤太は頑張りところ。やはり4対1、2対1で攻め込んでのレフェリーが見ていましたからね、はい、今ホールがノーカウントになりましたね。石永レフェリーのチェックがあります。中山レフェリーですね、失礼しました、チェックがありました。さあ北宮選手、宮脇というファイターはもう本当にいいところ上がり目たくさんありますよね。やっぱりここで宮脇捕まるっていうのが、はい、うん、一つの、うん、なんというか宮脇の位置を示しているように感じるからね、意地を見せてほしいですね、宮脇には、うん、ここでこそその闘志ですよね、うん、気持ちでというところ。1回戦目はね、やはり小峠、大原、原田のね、この3人の力というのが大きかったですからね、決勝では宮脇選手のね奮起期待したいですよね。そうですよね、まあ、最後にコールもされましたもんね。しかもこのやはり上を目指す伸びしろがある宮脇選手にとって、はい、新戦力のアレハというのはやはり目障りですよね。ってことに結果なってくるんですね。自分が上を目指している、上が1つ増えちゃったわけですからね、はい、やっぱり面白くないですよね。そしてあの抜群のキレ見せられたからにはファイターとしてちょっと、まあ、自分とはタイプが違うと思うんですけども、これはねそんな数少ないチャンスをね、はい、この16人の今ノアジュニアの、ね、最前線が争っている中で、ね、椅子が一つ、ね、減ってしまったという、ねね、感覚もありますしね。そう考えますと北宮選手ヘビー級もジュニアヘビー級ももう今プロレスリングのはすごいですね。もう戦況が大混乱、大混戦。ジュニアは特に動きがもう ね一月前のことも考えられないような展開に なってるから、毎回毎回本当にそうですよね。もう一月前のニュースチェックしていると何のことだったのかっていうことありますもんね。まあ、さらに言いますと、井上さん、はい、7.23 後楽園ホールがちょっと古いニュースのようにも感じられてしまうくらい、そうですね、アレハ選手が出てきたのがね、びっくりというのから、はい、アレハがデビューしてますからね。ですよね。まあ、そして確実に自分のポジションも確固たるものにというのがこのイルミネーショントーナメントチームゲーム4対4です。ここにファーストラウンドを勝ち上がってまいりました。宮脇が捕らえられている。ドロップキックからサイドバスターの流れ、原田がカットに入るんですが、それぞれが排除されています。小峠もそう、
ここでボストンクラブの体勢、やっぱりこういう連携とか分断のチームワークはやっぱり香港が一枚上手なのかなと、無駄に長く組んでないと思いますよね。はあはあ、いやそうですね、北宮選手おっしゃる通りで、まさにそのチーム力を上げなきゃいけないんだというのが正規軍ジュニアなんですよね。そうそう、だから宮脇にはここで一人で全員投げ倒すぐらいの勢いを見せてもらわないとやっぱり、それがありますと宮脇選手も井上さん、はい、あの戦いがあったから強くなったんだよなというふうに変わってきますしね。そうですね、特に対混合という意味では対混合のね、あの覇王二王の初戦で、はい、あの長期欠場にね肩を怪我して追い込まれていますので、やはり自分の中で悔しさっていうのももちろんありますしね。対混合に関して言えばやっぱりそういう気持ち一つ一つをね試合で出していきたいですよね。そうですよね、北宮選手やられた相手っていうのはもう絶対忘れませんもんね。これはもうね確実に脳裏にあって、まあですね、チームワークという意味では今後のジュニアはね、はい、誰一人あの離脱者を出してないんですよね。この目まぐるしく入れ替わるジュニア戦線の中で、まあ、覇王二王忠介っていうのはね、この3人はずっと一緒にやってきた中でありますし、はい、そこにアレハ選手が入ったというね、まあ本当にチームワークという意味では一番かもしれないですよね。そうですね、その誇りもあるでしょうね。そうですね、まあ他の軍団はいろいろ形を変えてますけど、はい、俺たちは3人そして今日から4人でやってるんだっていう意地はありますよね。まあしかし何度もお伝えしますが、その中で体感がないという悔しさ、反骨の軍団としてはそれがガソリンになるでしょう。そうですね、そういう部分で言えば宮脇選手もそうなんですよね。これだけ実力者が揃う中、はい、まあ、あの 初の、ね、挑戦はやりましたけども、はい、やっぱりベルトっていうのは届かないですからね。こういう中で、まあ、今後を倒していかないと、はい、やっぱりベルトっていうのは近づいてこないんですよ ね、 ですよね。苦しい状態になった宮脇潤太、それに対して覇王を突き刺す宮城しんどそうです ね、 ね、右の拳握ってますからね。あーちょっとこれは、北見選手のお話あるところビハインドとなってしまった。北見選手ちょっと力入りませんかね。ちょっと腰が立ってないですね。あー腰、腰、体の中心、そうですね、そこを叩いた。あーでもさらに腹部から膝、覇王の攻撃、一本背負い。ここに来て柔道のベースが生きてくるというか、そう言いますか、井上さん、はい、やっぱり思わずという攻撃だったのかもしれませんね。苦しいからこそ。そうですね、柔道やっぱりやってると力を使わずどうやって投げるかっていうのが体に染み付いてますからね。この苦境で繰り出した技か。さあそして小峠なんですが、今度は二王覇王を相手にする形か。フルスロットの時代から、いやその前からこうした全開ファイト、最大の武器、そしてチームを引っ張る。捉えてブルドッキングヘッドロックとランニングネックブリーカードロップ。北宮選手この攻撃いいんじゃないですか。この勢いつけましたよね。そうですね、勢いはデスペナルティにつなげることはできません。小回りが効くのは覇王。おお膝、新たが出てきた。いい角度で入りましたね。最新系の急スイッチ、桃の青春の絆が生んだ3カウント。覇王がこの戦いの中でまず最初に落とされました。混合3人、正規軍4人のままです。混合のチームワークはもちろんいいんですけども、この原田小峠の桃の青春はもうお互いのプロレス人生をね、はい、通して組んできた中ですからね。全くこの2人はベースがルーツが大阪プロレス。2005年デビューの小峠、2006年デビューの原田、そして2004年デビューの大原。大原がエルボー、そして相手はアレハというところがポイントかもしれません。北宮選手、大原が本当に踏ん張っていますし献身的ですよね。ここ叩き上げてほしいですね。そうですね、おセカンドロープステップにしてふわりと飛び上がってのキック。
スワンダイブ式に飛距離は相当ありましたがプレスしてきます。ノアのロープってハイフライヤーにとってはかなり飛びにくいと言われてるんですけども、そのロープを完全に使いこなしてますよね、アレハ選手は。それは今またロープに走っていったところはケブラドーラコンヒーロー、深入りさせないのがいいですよ ね、流れを断ち切ってみせますね。北宮選手、ロープの感触ってどうなんですか。やっぱりの独特でちょっとリングも広いし、ロープも高いし、まあ、それどんな風に視界に入れるのかという相手、身動きを取れなくしてのバックドロップです。原田もすぐにフォローしてくる。井上さん、こういうところでつながりがまたタッグチャンピオンチームもジニアでタッグチャンピオンチームもできてきたんじゃないですか。そうですね、やはり大原選手試合巧者で、やはりアレハ選手の動きを止めることにこうね攻撃を全てを捧げてますよね。やっぱりこう1回戦みたいにねポイントポイントでいい技決められると流れがね、はい、一気に今後に行ってしまうんで、はい、ここは十字に叩きつけていった。大原から3はアレハ、最後逆打ちみたいな形になりましたね。これでアレハが3対3に持ち込んでいます。日高選手に続いて大原選手ですからね。うわ、これはもうちょっと殊勲とは言えないかもしれません。もうそれだけの自力見せつけてきているのがアレハ。ちょっと恐ろしい存在になりかねないですね、これは。驚愕のマスクマンとなりました。まあ、その力十分に見せています。それに対しての小峠、サイズの近い、それは十分ですが、ドロップキック打ち込んでくる。これはまだカウント2つです。正規軍が大原を欠いた状態、金剛が覇王を欠いたメンバーとなっています。3人対3人となりました。北宮選手、ここまではどうその目に映ってるんですか。アレハっていうのは早いうちに潰しとかないと厄介か、うん、そうですか、うん、やっぱり何指令かすか分かんない、予備知識がないっていうのが一番怖いから、そこですよね。まあそれを最大の武器にしているアレハ選手。そうですね、あの大原選手が慎重に試合を進めてるかなと思ったら一瞬で丸め込まれましたからね。ですよね、十分注意していたはずなんですよね。そうですね、大原が取られた。あー、アレハドロップキックはお返しのようです。 7.23 東京後楽園ホール大会で出現。そして今回も凄まじい活躍、チョップ合戦、正面からの2王、顔面にバシーンと一発、気持ちのぶつけ合いとなってくると、それを飛び越えて小峠一発。この戦いはノアジュニアをまとめる大チャンスだと小峠は見ています。そしてその意思のまま飛び上がっての蹴り、セカンドロープにもう利用がいます。落とし穴がそこに待っていた。なだれ式フランケを狙ったんですね。ですがですが、仁王がそれを落としました。オーバーザトップロープ、そして道のくドライバー2へ、さらに走り込んでくるトランスレイブ、連続で仁王が波に乗ろうかというところ、カウンター、ブレーンバスターの対戦は首固め、これがすぐに返す。ならばもう1回、宮脇チャンスと見ている。2度目ダメなら3度があるさ。それでもいやー、3度あること、4度、4回目の執念、2本落とした宮脇。井上さん、やりましたね。そうですね、3度はこうなんとなくねリズム的にあったんですけども、4度目まで執念でいきましたよね。もうしがみつく、まあ首固めというかしがみつく感じでしたよね。しがみつき固め、どうでも言えるような宮脇、気持ちの丸め込みでしたね。北宮選手やりましたね。宮脇意地見せましたね。意地、やはり意地、そこなんですね。
ですね、やっぱ前半あれだけやられてきた気持ちですよね、やっぱ悔しい気持ちをエプロンに溜め込んで爆発させましたね。その爆発力さあ、緻密に回り込んだ宮脇には、よし今度は俺がやってやるぜということか。ジュニアタッグチャンピオンチームの一角原田、パートナーの大原が落とされています。そして桃の青春の相棒小峠もいない中、原田の奮闘、そこに一矢報いると矢は放たれました。アレハという名の一撃。これで今後はアレハと忠助、税金は原田と宮脇。北宮選手、ここからどう見ますか。やっぱり宮脇原田組っていうのが どこまでこの状況になって機能するのか。そうですね、ということは宮脇の頑張り一つだと。やはりキーマンは宮脇。20分経過のアナウンスがありました。その宮脇は今コーナーに控えた状態。ジャーマンスープレックスは分かっているさとばかりに早期に回転回避しています。アレハ、そしてこれ危ないです。危ない危ない。オーバーザトップロープをめぐる攻防、ジャンピングハイキックからここだ。ここが分かりに打ち取れるか。花田が落とせば、落とせばアレハ失格だ。ヤオリング内に着地しました。なんとか踏ん張ったアレハ、ギリギリの、うわー、これもそうだ。次から次へ、そしてまだあります、まだあります。アレハが落とされた。今後はたった一人、忠助、宮脇が飛び込んでくる。これは大きいですね、原田選手が残ったのは。原田は今もうすぐにピンチがやってきたんですが、もう北宮選手からもおいおいおいという声聞こえるくらいの大ピンチ。とどまりました。ボスが踏ん張って元ラーテルス対決、ボディに一発。ゲーム性の高いルールでやはり棚ぼた式とかそういうのがね、一番効果的ですからね。そこを忠助選手狙ってたんですけどもね、失敗しましたね、はい。まあ、そこにジルの望み一人になってしまいましたからね。そうですね、かけたということだったんですが、宮脇飛び込んでの肘、いやその目を向いて叫ぶ北宮選手。宮脇乗りましたね。躍動してほしいですね、ここで。まだまだ、まずは気合い、燃えるようにその身にまとって打ち下ろすドロップキック。忠助にももう何度も悔しい思いをさせられてきました。対今後勝ちが欲しい、結果が欲しいのは宮脇も同じこと。殴りつけていきます。いいですね、やはりあの原田選手と宮脇選手、今年の3月に GC ジュニアタッグにね、このコンビで挑戦していますんで。そしてこの技のつながりがそこで欲しかった、決定打として欲しかった。宮脇の一本背負いからの嬉しに逆転したため、まだまだ、いやまだロックは遠い。まだクラッチ、まだクラッチ、フォールの体勢、表裏一体です。さらにそこからも表裏一体、あーロープエスケープ。北宮選手、これもう一歩ですよね。いいところまで行くんですよね。チャンスですよ、チャンスですよ、大チャンス。関君ジュニアは2人タッグの頂点に一度は手をかけたんですが、この2人時を経てもう一度、それでも何やっと3カウント忠助の意地、宮脇失格。これで関君、原田、金剛、忠助、1対1、怠慢状態となりました。宮脇選手は左腕を完璧に忠助選手を、ね、破壊してますよね。そこをプレゼントとして原田選手に残してますからね。ダメージは残ってますよ。ありますね、北宮選手。続けざまにその攻撃、逃す手はない。そして宮脇の思いも井上さん背負ってという原田ですね、はい。そうですね、やはり宮脇選手が残してくれたダメージを今も使ってますよね。原田にしてもファーストラウンドでは吉岡の切るような蹴り、
首から上にダメージを負いましたが、インターバルで回復を見てこのファイナル。ごつりごつりとこの2人の打撃戦となっています。北宮選手、この2人の戦いですね。力強い、期待通りということになってきますかね。逆水平、さらに走るとローリングエルボー。この箱舟のリングで現在進行形、回転式の肘を原田大輔。原田選手は本当どんな苦しくてもどんなに、ね、結果が出なくても、ね、やはり自分のプロレスを貫いてきた意地がありますよね。全くこのノアジュニアの、ね、中心に立ち続けてきた男として、ジャーマンの体勢譲れないものがもう随分あるんですね。そうですね、やはりあの田助選手みたいに、ね、ラーテルズを裏切って混合に入ったりとかね、そういう風にすれば目立つんですけども、はい、あえてそれをせずに原田大輔はね、ノアジュニアの中心であり続けましたからね。ニアパー、その中心はラリアット開始の開始だ。それでもまだ肩を上げる田助、北宮選手全く挑みになりませんね。今渾身の一撃にも見えました。ここを読んで切り返す原田大輔、やっぱすごい、まあ頭脳的でもある。そしてそれは二人とも同じだ。さらにここ、この一撃しかないという、うわー膝だ。片山ジャーマンの体勢には高い膝、いいリフトというよりはもう完全に膝を突き立てましたね。顎まで届いていましたね。そうですね、なかなか見せない動きなんで原田選手面食らってるかもしれないですね。想定外の攻撃、そして想定内でも強いのがこのラリアットです。田助にしても井上さん、ラリアットに誇りがありますね。そうですね、3連発っていうのも珍しいですね。3つでそれでも左肩は上がります原田。その指、人差し指くるくるくると回すとアウトキャスト、アウトキャスト。さあ抱え上げるこの体勢、ダダスケ着地した。混合ジュニアの悔しさ、おお、それを原田は後方から肩上げるけど上体膝に落としてくる。左翼の天使みたいな感じから膝に後頭部を打ちつけました。さらにその首もらった、ラリアット。最後はラリアット、いや最後ではない、まだだまだだまだだ。正して満を持しての一発、いや満を持してというのはこれであると、ここまでの恨み晴らす。アウトキャスト、勝ったのは金剛忠助。ノアジュニアチームゲーム4対4イリミネーショントーナメントを制したのは金剛です。ここまでの戦況全てひっくり返してやると、忠助現れるまだ大の字。井上さん、結局4軍構想のこの戦い制したのは金剛です。そうですね、特にもう忠助選手ですね。両試合ともポイントゲッターになり、はい、勝ちを引き寄せましたよね。そうですね、忠助選手が MVP 級の活躍をして金剛ジュニア勝ちですね。いや最後はもう全部使い果たしたというふうに見えました。そうですね、しかも GAC ジュニアタッグ王者からピンホール勝ちですからね。ってことですね、オーバーザトップロープじゃなくてピンホール勝ちというところにもね、一つ意味がありますよね。まあその前にはファーストラウンドお話ありましたがね、傭兵をオーバーザトップロープですが下してもいます。おっしゃー、やったぞ。おいおい正規軍原田、ドカンってなんやねん、教えろ、ドカンってなんやねん。今日は喋られへんか、
もうええよ帰ってお前ら。答え聞くまでずっと言うからな。いいかおい、正義軍でもペロスでもスティンガーでもない、ノア・ジュニアの中心は俺ら金剛ジュニアや。ええか、こっから俺らの巻き返しや。そこんとこよろしく。巻き返しというキーワードがありました。井上さん、力強い言葉として響きましたね。そうですね、やはり現在無冠ヘビージュニアとも無冠の混合ですよね、やっぱり反骨心がね燃え上がってますよね。それでこそ混合。ノアはこれだ。一番かっこいいプロレス、ここにあります。行く、ブタフランケンシュタイナー、リングだ。時計一つ、プロレスリングノア。フィアノア絶賛放送中。プロレス動画配信サービス、レッスルユニバース。さまざまなプロレスコンテンツが月額900円でいつでもどこでも見放題。ここでしか見られない試合も、プロレス見るならレッスルユニバース。